テレビライフウェブをご覧の皆様、こんにちは。声優の時俊一でございます。今回はプリンスレターズフロムアイドル、こちらの、取材をしていただきました。そちらで僕は冥王院シンという役を演じているんですけれども、アキト君とユズ君とシン君とでいっぱいいろんな経験をしながら彼らが成長していく物語でございます。コンセプトになっているのがお手紙で彼らとつながれるっていうところがあるんですけれども、 SNS の社会の中、改めてお手紙っていうものの大切さっていうのをすごい感じれる、とっても温かいお話になっております。なのでぜひぜひご興味ある方は見ていただきたいなと思いますし、 YouTube の公式チャンネルで配信もされております。なんと2月の22日の23時から今回フロムシン、フロム冥王院シンというのがスタートいたします。彼のなぜああいう人格になったのかであったり、生い立ちみたいなものが紐解かれる、とってもいい話になっておりますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。プリンスレターズフロム冥王院シン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ここだけの話をしろと言われました。ここだけの話と言われましてもですね、私そうですね、この間、個人的なことながら、個人ライブをやらせていただきました。びっくりしました。次の日に疲れが取れていませんでした。私を感じております。ですが彼らのね、あのエネルギッシュな部分をもらいつつ一生懸命演じておりますので、ぜひぜひプリンスレターズフロムアイドルは見ていただきたいなと思います。これからも時俊一ともどもよろしくお願いいたします。